写真は OK ですか写真ですか写真は OK? いやー、皆さんありがとうございますいやー、ありがとうございましたこれで三ンちゃんの無念も貼らせますあー、よかったよかったよかっためちゃくちゃ助かりました楽しかった、楽しかったまあで、難しいよね、うんこういう実況者同士のやり合いみたいなのって、こういうマルチワールドだったら、まあお決まりって言ってしまうと、そんなお前ルールやろって思うかもしれないけど、 まあ割と僕たちは断言しちゃうとちょっと冷める部分あるかもしれないけどある程度さお互い盛りりりり上がりを作たたくててやっすするわけじゃないですか。まあ、それは天栗さんとかまあもしくは誰かが作った作品をけなしたくてとかぶち壊したくてとか憎悪の気持ちで何かをしてたらそれは炎上すべきだろうけどお互いのこういうやり取りも含めてやっぱマルチワールドの魅力 だっっててお互い理解したた上でで僕たち20人はやってるんですよね、まあ、もちろんその中でちょっといやこれはやりすぎだからあんま良くないなみたいな雰囲気をやっぱ感じ取ったら僕たちもねちゃんと本人同士で話し合うし子供じゃないんで <laughs> ルーキーの人もほとんどいないじゃないですか僕たち結構もう歴も長いから、まあ、そこら辺はお互い分かった状態でやってる大前提のもっと安心して見ていただきたいなと思いますしただマルチ例えば見るの 初めてとか今回つくらたくさんいろんな視聴者さん見てくれてるんで、まあ、なんかそれに対して拒絶反応してる人に対して、わ、えー、かっているのはマルチはこういうもんなんだよって上からも言わないでほしい。まあ、確かにちょっとショッキングなコンテンツかもしれないけど、そういうコンテンツはお互い本人同士も割と狙ってやってるから、そこはえ 交番になんてひどいことするんですかとかサちゃんこの水抜くなんてやりすぎだと思いますみたいなところはあんまり見ている人は気にせず見てほしいしまあ、ちょっとそこがあんまりにもショッキングすぎるんであればもしかするとマルチコンテンツっていうのはそもそもショッキングなのかもしれないうん僕たちももちろんそこら辺の様子も見ながらやるんだけど、まあ、逆にマルチでやる上でお互いの視聴者さんの言ってることとかを 顔色を伺いながらやるともう本当に何もできなくなっちゃうし視聴者さんのための劇になると面白くなくなると思うんだよね僕はたくさんの人が見てくれてるからこそいろんな意見が出てるっていうのはすごくありがたいしたくさん見てくれてるってこと自体がすごいありがたいなと思うんだけどマルチコンテンツってあこういうショッキングな部分もあるんだなっていう理解もしてほしいなとで「えカズさんにあんなことするの?」 さすがにやばくないですかと先輩ですよって思うかもしれないけどカズさんも過去に何十回もああいうのを人にやってきてるから <laughs> もう洗礼で、ね、僕もやられたし、はい、まあでも、うん、どうだろうねここら辺はちょっとこうだから俺たちがルールだって言いたいわけじゃなくて、まあ、こういうマルチの盛り上げ方もあるから。 そこも踏まえてそれが面白いなと思う人は見てほしいし、まあ、ちょっと私にはショッキングするなっていう人はもしかしたら違うコンテンツのまあそれぞれね20にいろんなコンテンツあげてるからもっと平和なコンテンツとかもっと優しい掛け合いのコンテンツもたくさんあるし別にどっちがいいどっちが悪いとかじゃなくてどれが好きどれがあんま好きじゃないっていう話だと思うから好きなコンテンツをね見てほしいなと思いますけど僕たち前マグマで覆われましたからね。<laughs> 水どころか 僕たちの島、マグマで覆われたからね、うん。あれは怒ってます、僕。はい、今でも。あれは許してません、全然。あプロレスじゃないんで、あんなの。はい。あれはもう本当に今でも怒ってます。はい。許してません。<laughs> でも、本当に初めて見て言わんとすることはわかるよ。えー、人が一生懸命作った湖の建築をって。決してカズさんもサンチャンクのみんなも、お互いの、 何かかかかを壊ししたたいいとと心の底から,荒らしたいとかそういうことを思ってるわけじゃなくてねそこら辺は雰囲気でさせ、まあ、てほしいなとわざわざ僕が言っちゃうとそれ冷めちゃう部分もあるけどコメント欄で炎上しちゃうかもみたいなまあ今回そういうのをもし心配してる人がいれば、まあ、今回は全然お互いニヤニヤしながらやってるし全然その <laughs> 大丈夫なんじゃないかなと思いますけど、うん、まあだからそこら辺はやり取りを楽しんでほしいしねうん。 まああでもあの最近は繰り返しになっちゃうけどそういうコンテンツが好きじゃないという人もいると思うんだよね。そ,のそもそもマルチでそのやり取りしたりなんか仕掛け合ったりプロレスしたりするの好きじゃないという人がいてでそういう人たちは必ずお気持ち表明とか考えをやっぱツイートしたり、まあ、もしくはコメントしたりすると思うんだけどその人たちと喧嘩しないようにしてね。 あのそれも仕方ないんだよね全員に好かれるって無理だし全員に好かれるコンテンツなんてないわけでだからそういう反対意見に対して逆に言い合っちゃったり「いやこれ理解しろよ」とか強要しちゃったり喧嘩しちゃったりするとそれは僕はあんま好きじゃないからだから別に「あこの人は嫌いだったんだな」っていつも見てくれてる人は思ってほしいしなんかそういう意見を言ってる人に石を投げないようにしてほしいなと思いますはい。 見てる人が多いとさ1%変な人がいたり1%好きじゃない人がいたり1%過激なこと言ってる人がいたりするとすごい人数に見えちゃうけどそこはそこで尊重するというか全然いろんな意見の人言ってもいいと思うしいろんな人がいるわけで。はい、ということでゆるくやっていきましょうちっちゃいサンちゃんこ見ましたちっちゃくなったな。 あれちなみにちっちゃいさんちゃんこって。<laughs> 申し訳程度に残しとるな。あ違うの。もっとちっちゃい。もっとちっちゃい。看板立ってる。あこれか。 これになっちゃったのかさんち,ゃんち,っちゃくなった、干からびちゃったなあ。これこれは炎上するわ、これは。さっき言ったこと全部撤回するわ。これ炎上します。<laughs>